はい、ええー、二千二十四年向けの、お、はい、えー、安西先生の苦手克服パーフェクトゼミのガイダンスでございます、えー。レックセニコース弁理士の安西です。よろしくお願いします。はい、えー、YouTube ご覧の方もおよろしくお願いいたします。えっ、ー、と。 このゼミあダンスで使う資料はですねえと PDF で上がってると思いますのでそれ見ながらご視聴いただければと思います現場の皆さんはねあのこれお手元にあると思いますはいでもう毎年やっているんですけれどもえと今年は9月の16日から開講で後ろ PDF だと一番最後なのかなあそもそもスケジュールが載ってるかな はいあの全十回でえっ、ー、と年末まで行きますで途中ちょこちょこ毎週じゃなくてねちょこちょこ飛んでるところがありますこれはあのナビゲートゼミがあったりとかあとまあ他のいろいろ事情があってですねあのエルタワーのあの私の方のあのいろいろ事情があったりとかで、ね、飛んでたりします毎週ではないんですが、えー、年末まで全10回で行きたいと思いますはいでえっ、ー、とこのゼミはですね。 えと全10回でで何をやっってていくかっていう話なんですけども、まあ、ここに「あの苦手克服」と書いてある通りまあ私もチューターを宮内クラスのチューターでやってもう10年ぐらいになるんですよ。でエルゼミとかを持って中上級生もたくさん見てるんですよ。でそうすると大体この小学者入門生どこに引っかかるかっていうのは毎年共通なんですよ。で えー、その苦手とかあの引っかかる部分っていうのを、まあ、大体の方が放置したまま、えー、2年目3年目っていくんですよ。で2年目3年目のもなかなかそこを埋めないんで、えー、とずっとその部分がポカッと皆さん苦手のまま残っていくっていう、まあ、そういう傾向にあるの分かっているのでそこを集中的にやりましょうっていうふうに、えー、そういったものを目的としてこのゼミやってます。で一方でで裏返せばなんですけど これ苦手っていうのは試験の先生も分かってるんですよ受験生がここ苦手っていうのは分かってるんですよ。そうすればということは、まあ、そこ出しちゃいいって話になるわけですよ。はい、なので、えー、入門生にも言ってるんですがあの苦手と言ってますけど品質分野パーフェクトゼミみたいなふうに読み替えてもらってもいいと思います。 具体的には先ほどのこのカリキュラムのところ、はい、こういった分野が品質というところですね。はい、よいしょ、はい、それで、えー、と実際ですね、まあ、どういうことをやっていくのかっていうのはこのレジュメ開いていただくとね、左上に第1回って書いてますね。 でまあ、ずっといくと左上に第何回って書いてます第10回まで大体こういうレジュメ使うよというのを抜粋してサンプルとして載せております、はいまあ、ざっと見てみてください、はい、であの決して難しいことはやらないです苦手克服といっても別に難しくてみんなが苦手になるところじゃないんですよでさっき始まる前にちょっと言ってたんだけどあの 食わず嫌いいででで苦手になななってる人がほとんどなんんどすすやれば難しくないんですで例えば窓プロの特例なんてねこれ口述試験でも出るんですけど窓プロ特例は第9回10回にありますけど窓プロ特例って口述でも聞かれるんですけどほぼ法文知ってるかどうかっていうすごく基本的な知識しか問われないんですよ。でなんでかっていうとそれで差がつくからなんですよ。 やってる人やってない人がはっきりそれだけでわかるんですよ。だからやったら別に何も難しくないです。やってないから難しい苦手って思ってでどんどんこう苦手の意識が増幅されてやりたくないあ出ないことを祈るみたいになるんですよ。はい。なので苦圧ぎ合いにならないようにと決して難しいことをやるわけではないんですよというところです。で品質ですからやって、えー、身につけてしまえば。 とてつもなく強い武器になりますからね。得意分野になったら大きく差をつけられるところですから、それを一緒にやっていきましょうというところです。はい。では第一回からいきましょう。第一回はね、えー、この左内に第一回って書いてあるところから、えー、次のページのこのなんか答案っぽいところまでですね。はい。でこの第一回って書いてあるところ、この問題を見てなんか見覚えありませんか？ 見覚えはありませんか。まあ書いてますけどここに論基礎の講義編第一回第七問って書いてるんですよ。だ皆さん木曜日にこちら来られて、えー、受けてると思うんですね。一番最初論基礎の一番最初にあったあの事例問題です。はい。で多分この時にこれは皆さんお手元にないんですけどこのレジュメが渡ったと思います。で皆さん覚えてらっしゃいますかね。三ページにこういう 答案例みたいなが渡されたと思うんですよ。ね、こういうの渡されたと思います。まあ家であのひっくり返せば出てくると思います。で、五ページ目にはなんか進歩性詳細バージョンが書いてますよね。はい。で、まあこの問題です。で、私がこれを解いて皆さんに解説をするとなった場合、エルゼミでもそうなんですけど、このゼミでもそうなんですけど。 右のページのように私手書きの答案構成を渡します。これは皆さん実際自分が解くときにも手書きで答案構成しますよね。だから私もそれと同じように手書きでやってます。で、えっ、ー、と皆さんにこれ出来上がったものを見せますからね。あの書いてる途中は見せられないんですけど、もしどうやってか、その書く順番とかね、どういう,ふうに問題を読んで書いてってるのか知りたければその場で私書きますから。 はい、そこまで知りたければ全然その時あの、えー、答えますんでね。はい、で答案構成、まあ、これ時系列で右側にですね、えー、ちょっとこれ使ったやつなんで色が塗ってあるんですけど、まあ、見出し番号がついてあって私の特徴はねこの「ポツ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 って書いてあるところ過剰書きで書いてるんです。で過剰書きで書いてる理由はあの人はですね過剰書きで書いてくれっていうと 無意識に要点まとめるんですよ。過剰書きって言われて、ぐあーって、だらだらだらって書く人、あんまりいないと思うんですよ。で答案って、そういうことなんで、要点をまとめて、それをつないでいけば、いいんですよ。それが答案なんですよ。なので、それをこの答案構成の段階で、無意識にできるようにしてしまうってこと。これを目的として、こういうふうな答案構成を作って、皆さんに渡しています。で。あの、まあ、後で、えっ、ー、と、実際の答案のところでも言うんですけど。 29条29条に39条っていわゆる3点セットあの私問題が変わってももうこの構構成構造は変わらないんですよ例えばこの B が C になったりとか E が「ろ」になったりとかねあの「おと「こが「兵さん」が出てきたりとかそこら辺変わるかもしれないけど。 29条の時はこう肉のりの場合はこう39条の場合はこうで書くって決めてるんですよ。ぶれないんですよでおそらく皆さんは今まだ勉強し始めなんで29条を書けって言われても多分その時その時で書き方全然違うと思うんですよ。もっと言ったらさあどう書こうかなって悩みながら書いてると思うんですけどそれはやってる場合じゃないです本試験では。もう機械的に出てこなきゃダメです。でそのためにでしかもあの 点数取らなきゃいけませんから原点されちゃいけませんからで長くも書いてらんないんで短くも減点されないフォーマットで今のうちからカチッと身につけておきませんかって話ですそれがこの私の答案構成でとこんな形になりますで次のページ見てください左のページに ちょっと長ったらしいなんかダラダラとまとめのようなものが書いてますね。でこれは私ね復習の手引きという形で毎回お渡ししてます。問題を解くにあたって背景にどういう知識が必要なのかっていうものをまとめたものです。で三点セットを解くためにはここに書いた一ページこれだけで十分です。これを駆使して、えー、問題に沿ってやっていくってことになりますけども、もう凝縮するとこの一ページにまとまります。 二十九条一項で拒絶される場合ってどういう場合かっていうのを全部まとめちゃってる。進歩性の場合は、拡大腺癌の場合は腺癌の場合はって書いてますね。で、これはエルゼミでも,もう中上級生になってもあのレジュメに必ず私載せてるんで、えっと私の講座を取る方はずっとこれ引き連れていつも見ると思います。なので中上級生の方はもう頭にまるまる入ってるとは思いますけどね。 えとちょっとやってみるとね29条1項で拒絶される場合とまあ私これはこんなふうにね、まあ、先生の,あのちょっと書き方を真似してね見出しはピンクみたいなの言ってますねはい「新規性進歩性」とかねはいで注意すべきならここなんですよ「前」これ「ま前」とか「字」って書く人いるんですけど法文は「ま前」って書いてないんですよ前なんですで字でもないんですよで29条っていうすごく 基本的な条文なんだけど当てはめなんですよやっぱり当てはめなんですよどんなに単純な短い条文だって当てはめなんですよ方文に前って書いてあるんだから前って当てはめなきゃいけないんですよだからだからだからだかいこと書きまらだか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 でだから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 いからいのらだのらこからだからだ 後でちょっと触れますけど、はい、で拡大腺がはっていうと「肉の2」ですけどねここね、はい、相手になるのは国内出願であるって書いてますけどまだ皆さん外国の出願が出てくるような問題はやってないと思います過去問とか言うとか出てきますそうすると受験生こういうふうに平気で書いてくるんです米国の出願何々で肉の2で拒絶されるって書くんですよそんなことないです 肉のに対象になるのは相手はあくまで日本国内の出願ですっていうことをやっちゃったりするんですけどこれ知らないとやっちゃうんですよそういういミスを、はいまあ、それは良しとして肉のやは5要件、はい、一つはですねここはひまなんですよで丸には,、ね、ここは5なんですよで当初って聞きますよねで出願に発明者は異なるこの辺に気,、えー、気をつけなきゃいけないですね。 細かい話は本授業でやりますけど、ここを例えば、えー、前って書いたら減点ですよ。ここを比ごって書いたら減点ですよ。口述試験でもこう聞いてますからね。え、今なんて言いました？前って言いました。もう一度お願いしますって言われますからね。三十九条もね、はい、三十九条、はい。まあこれも厳密には三要件なんですけど、この中がありますね。 はい、こういうとこ迷うんですよださっきの進歩性のところにも中がありました3090も中がありますこれね知らないと迷うんですよだからこのゼミではっきりさせておきたいです、はい、で右のページねこれ私 L ゼミでもこの形式で渡してるんですけど私が解いて書いたらこうなるっていう答案ですあの1ページ目しか見せてませんけど はい。設問括弧一、見出し色塗りましょうか。さっきと同じように。皆さん第1回第7問復習しましたかね。あの当例編でも同じような問題が出たはずです。3点セットやれってやつ。あれで29条書いたと思うんですよ。どう書きました。こんな風に書いた人いないでしょ。もっと長くだらだらと書いたはずですよ。よ皆さん。 でも実際本試だったらこれで十分違うこう,こうしか講書けないです後ろに問題詰まってるんではいで「肉の2」はこれも何ですかね1規定2当てはめとかやってダラダラと書いた人いると思うんですけどそれやってる場合じゃないです本試験ではしかも私2.23行で終わってますよね これも4行5行6行そんギューって縮めてでも減点されないっていうところまで絞んなきゃいけないそうするとこの骨格になるんですよで先ほど言った通り A が, B あ A が C になったりとか、えー、と E がロになったりとか、えー、と問題によって変わることはあります。ですけど毎回この構造です。 だフォーマットは決まってるんであとは問題に合わせてそれをこう、えー、書き換えていくだけですねもっと言えば機械的に何も考えなくてもだって出てきます迷ってる暇がないんですよはい大事なのはだ「暇枝だ5だ当初だ出発異なる」ことでしょ左でも丸しましたよね逆に言うとこれらは落とせないんですよ他は切ったっていいんですで結局ね 5行書いて同じ点数このように2.2行書いても同じ点数だったらどっち取るかって話なんですよ。5行書いて5点2.2行書いても5点だったら皆さんどっち取るっつったら2.2行書いて5点取った方がいいでしょ時間もスペースも限られてるんですから。はい、っていうこういうういいベストなな書き方皆さんん知っっててますかっていう話なんですか話でそれはエルゼミの動画でもね YouTube にも載ってますけどそこで結構私もいろいろ10分ぐらいかけて。 いろいろ話してますんで、興味があれば見てください。はい、まあ三十九十も同じ感じ。はい。で下行くとですね。設問括弧二ってありますよね。で同じように見出し塗ると。さっきとなんか違うこと出てくるんですよ。あれ?。なんで括弧二って二十九条一項と二項分けてんだ。って思いません?。 括弧1では29条って分けてなかったですよね。なんで1個と2個下を分けてるのかっていうと、さっきの左の進歩性の中のとこなんですよ。ここを読めばわかります。こういう慣例があるってことなんです。論文試験では理屈じゃなくて、もうこういうもんなんだっていうのはたくさんあるんです。だそれに従ってもらうのがいいということになります。で、私の答案はこんな感じ。で、先ほどまあこれ皆さんお手元にないんですけど。 あの模範答案は渡ったと思いますで私は別にこの模範答案ね長いんですけど別に悪いと言ってるわけじゃないです。あのこれはあの論基礎のその講義で皆さんが初めて問題を解くんでね例えば得意図だったら2.5ページか3ページとか一生商品だったら3ページとか3.5ページとかで言わ,言われたと思うんですよで。それを書くのがどのぐらい大変なのかっていうのも経験してほしいからあの長めにね あのちょっと書いてみてくださいとかねこうやって渡されたりしてるわけですですが先生の,あの理想と現実を見て頂い,いてもわかると思いますけどやっぱりこんんななに丁寧には書けないんですよ今扱ったこのもう一回問題戻りますけどねこれ論基礎だから「1」「2」になってるんですけどこれ本試験だったら本試験だったらこれで説問「1」の前半とかなんですよ。 だこれに二ページとか三ページ使ってられないですよね。後ろにカッコにカッ三カッ四まで控えてるんですよ。それまで全部含めて二点五ページとか三ページに収めるわけですから、どうしてもカッ一カッ二ってなるとこういうふうに抑えなきゃいけないんですよ。はい。なので皆さんはその別にこ私の答案が悪いというわけではないんだけども、最終的に身につけなきゃいけない書き方っていうのはこういうことなんだってことなんです。でこれを知ってるか知ってないかで。 理想と現実の勉強の仕方がガラッと変わってくる。え、だって論基礎でこうひっかけた習った習いましたもん。私はこっち、こっちに従って書くぜってやつったら絶対取らないです。論文試験。だ、今それをちゃんと認識して、もしこっちで考えている人がいたら、考え方変えなきゃダメということです。で、単に短くすれば良いわけじゃなくて、限定されないように短くしなきゃいけない。です やみくもに短くす,るすりゃそれは当然減点されてきますからポイントを押さえて配点がどこにあるか見てそこを残したまま短くしなきゃいけないですでそれを皆さん自分でやるっていうとかなり大変だってどこにポイントあるか皆さん分かんない状態だからだからこの講座で私29だったらこう29条だったらこう39だったらこうっていうのを時間が許す限りやるというところですねで。理想と現実も ちちょっともちろん先生が違うんで書き方は違いますけど要点は外してません同じです、はい、だから理想と現実の勉強をしていくにもこれが参考になるはずですということです。と、はい、いうのは第1回、えー、と論文基本問題ね、まあ、時系列もやりますし、えー、あとは分割とか補正とか。 侵害見もやりますね訂正請求とか、まあ、ある程度パターン化できることフォーマットできるところは全部やりますで論基礎も結構本試験で使える基本的な方がたくさんあるので、えー、大事にやっていきたいと思いますで論基礎ってあんまり復習してない人ね復習してない人多いでしょ多分ね で復助してるとしてもさっき言ったように本当にその書き方でいいんですかっていうところで自信を持ってない人が多いと思うんでやっていきませんって話です。さあで今の3点セットをちょっと頭に頭の隅に置いていただいて次のページ第2回から第5回です。第2回から第5回っていうのは意証法の、まあ、特に論文担当はねここまでふ深いことは聞かないんですけど、えー、と時系列っ 理論実践侵害系理論実践時系列っていうのは、ねまあ、出願系と思ってください意証法のいわゆる3点セット時系列3点セットで後ろの侵害系っていうのはあ、まあ、侵害系ですね意証権の侵害となるかっていう時の類比判断でいずれも類比判断で、えっと、ピックアップしたこのあ見開きのこの2ページこれはね出願系ですね時,時系列の3点セット の部分対部分部分衣装対部分衣装で戦った時の話です。何言ってか分からないでこれだけだとね <laughs>。衣装は全体衣装があって部分衣装があって部品の衣装があってもっと言うと国物の衣装があってとかいろいろあるんですよ。で問題を見ると例えば全体対全体 で拒絶理由を検討させる時もあれば全体対部分とか部分対部分とか全体対部品とか、まあ、逆に部品対全体とかいろいろ出てきます。で全パターンをやると実際に使ったテキストを見れば分かりますけどとんでもないパターン数になります。で私は全部一般化してはい全体対ああ部分対部分だったらこの123っていう3パターンに分かれる。 実は部分対部分ってアリューっていうのかな若干違うパターンがあって枝盤つけて5の2ってやってますけどこの123のパターンもある。で部分対部分って書いてますけど全体対全体から最後部,部品対部品までその9の部品,対部,あ部品対部品まで全パターンをまとめたテキストを皆さんにお渡しします。 でこのちょっとこのページ例にすると何を言ってるかっていうとこうさんとおつさんがいてね例えばこうさんが部分衣装でししたとしますよねこういう自転車部分が実あハンドル部分が実践で他が破線の自転車。でその後おつさんが同じような部分衣装を出願したとしますよね。でそのの後にさんの方が 広報発行された遺書法ですから広報が発行されるということは登録になったということですねこの場合にここですおつさん側にどういう拒絶がきますかっていうお話三点セットですから三条三条の二九条で検討しなきゃいけないですこの検討の仕方っていうのをちゃんと皆さんできますかって話です真ん中のパターンはこうさんが 部分衣装で出願をしました。さっきはおっさんの出願が先だったんだけど、こうさんの候補箱は先っていうパターンです。でその後におっさんが部分衣装を出願している場合、三条、三条に九条、上とパターン変わってくるんですよ。で、一番下は、こうさんは出願してないけど、なんか雑誌とかでコーにしました。その後におっさんが出願しました。その時の三条、三条に九条というと、また上と違ってくるんですよ。 で右の場合は部分対部分なんだけどちょっとつかあの考え方違うんです細かく言うと一緒にかかる物品が違うので考え方変わってくるんですでおそらく皆さんは授業でこういうものを渡されたと思うんですよ一生懸命覚えたかもしれません、はい、ですけど覚え,きれなか覚えきれてないっていう人もいいと思いますしあの覚えてもですねなんでこの 条文で拒絶されるかとか、なんでこういう侵害なんのかっていうのを導けないと結局使えないんですよ。それ言えますかって話なんです。で、それがこれなんですよ。これ頭入ってなきゃダメと思います。で、え、これ全部ですかって言うかもしれないんですけど、あの類比判断の方法って三つの法則があって、その組み合わせなんですよ。 えとね、ちょっとそれ取ってもらっていいですか、えーとね、右から2つ目それ、はい、ありがとうございます私3法則つってうんですけどこの3つなんですこの3つの組み合わせまあ単発で使うか組み合わせて使うかのパターンしかないんですよで私の説明を聞いてもらえれば 一定の法則があるって分かりますか考え方の法則にこの三つを使ってどういう風うに考えていくのかっていうルールがありますからそれを理解してもらうと暗記しなくてもいいですっていうか暗記そもそもできないんでそうやって頭の中で導くしかないです導けるようになりますでそれを繰り返していくと導,導かなくてもいつの間にか覚えてます私なんかはもう全部覚えてますからでもそれ一生懸命覚えたんじゃないですあの何回もこの 論理流れを頭の中でやったんで結果的に結論を覚えているって形です。で本試験えー、と口述試験とかでもすごい複雑な類比判断とかを頭の中でさせることがあります。最終的にはそこまでいってなきゃいけないってことです。でそのベースはこれなんですよこういうことなんですよ。こういった考え全部頭の中入ってますかってことなんです。やってないでしょ実際の授業で。やれる時間ないんですよそれ。そうすると 皆さん自分でやらなきゃいけないんだけど。まあ、自分でできますかっていうところですね。だ、やりましょう、ここでって話です。えっ、ー、とね、これ去年使った実際のやつ、今部分対部分をお見せしましたけど。えっ、ー、と、これ全体対全体、ここからいきますよ。全体対全体ね。全体対全体。次がね、全体対部分です。全体対部分はもう一つパターンあります。 なんと全体た部分はもう一つパターンがあるんです。三つ目のパターンがあるんです。次全体た部品。次えっ、ー、とひっくり返って部分体全体。えー、部分体全体は二パターンがあります。次、えー、あ今お見せした部分体部分です。はい部分体部分。今お見せしたやつです。次部分体部品。えー、部品体全体。 え部品対部分で最後部品対部品、まあ、部品対部品は全体対全体と同じですからねでこれ全部123ってパターンがあるんでとんでもないパターン数なんですけど覚えられないんでちゃんと導き方を身につけましょうってことですで今言った通りルールがありますんで考え方がありますんでそれを身につけてください。それれ身につけけばどんなな複雑なパターンでも解けます もっと言うと本試験とかで出たことがないパターンが出てもその考え方で全部解けます解けないものはないです、はい、っていうのが5第5回まで、はい、次第6回いきます第6回はぜひともですねこれはね、えー、このテキストだけでもゲットしていただきたいんですけど「論文向け判例マスター45」ってやつです 論文試験今年もそうですけども、判例が問われます。で、え、お盆の講座、柿特訓道場で、宮城先生の、あの、判例の講座もあったと思います。で、あれは当然、バックグラウンドとか、概要を知ったり、まあ、下三法のこともやってますから、ら確か。あの、大枠、どういったものかっていうのを理解してもらうために、あれは必須だと私は言いました。はい、で、論文向けの判例っていうのは、今の状態だけだ、だけだと書けないです。 論文用に用意しておかないと書けないですいざその時に考えまとめてさーっと言うと絶対無理です論文用にまとめておかないゃいけないで私はその時間皆さん大変でしょってことなんで45基本45まとめましたんではいその例がここです第六回ってとこちょっとこれも途中からなんですけど例えば再販のえー、っとあこれか特律7か再販メシュー酸カモスタート。 あの延長の話ねこれ今年出たんですよこれ今年出たんです右のページこれ R5 です今年です思いっきり出てるんですよこの問題は左側のこのメシル酸化モスタートちょっとこれ長いですけどね長いんですけどこれかけるようにしてもらわなきゃダメですでこれかけるようになってればこれ何も問題ないです解けるんです でこの判例のレジュメにも書いてるんですけどできるだけ皆さん一言一句たがわずに私が書いたこの判例のレジュメの通りに書けるようにしてください絶対減点されませんから、はい、上はねこれ途中なんですこれ BBS 事件の途中です BBS 事件はね並行移入と国内招致二2つ論点があってちょっと2つ目のとこからねこのページは書かれてないんですけどね あとポリペプチド事件ってちょっとこれはあの審査基準またになっちゃってますけど大事なものなんで書いておきましたね、はい、まあこういったものが45あるわけです商標まで45あります、はいはい、次行きましょう第7回第8回っていうのは嫌、えー、よシリーズ合わせて実4パッチもやりますえっ、ー、と 7回目8回目は左倒しになってるんでよっこしょはいえー、とね右下に「1」って書いてますねで次はね「10」って書いてますよね、はい、全10ページでありますで1ページ目っていうのはまあ「いやよ」の1ページ目になりますであのー、あここにないか「いやよ」ってね わかんない人はわかんないと思います。何言ってる規定か全然わかんないと思うんですけど、あのここにも書いたかな。ここれこっちにあるのか最後にあったかな。あ、ここですね。はいえー、とね裏側の、ね、この上のところに家、ねはいまあ、いいマ窓プロもそうなんですけど。 国際系の分野っていうのは他国とのつながりまで理解しないと今どういう状況を否定してるのかってことすら分かんないですよ。はい、なのでこういう図表を使ってままとめてますで導入部分はちょっとここに載せてませんけどあの世界地図っぽいものを見せてあの他の国でも同じことが起きてるんだよみたいな話をします。 あの事務所をお勤めの方は外来案件されてる方多いですいらっしゃいますよね外来が嫌よですからねお分かりかと思いますけどで企業にお勤めの方っていうのは外来やらないんで内外はやりますけど外来や,やりませんのでねあ,のあまり縁のない規定かもしれませんけども嫌よっていうのはそういう立場です、まあ、企業の方向けに言うとえっ、ー、と嫌よシリーズには縁はないかもしれませんけど他国で嫌よと同じような規定があるんですよ ですよね。US 以降、中国以降、韓国以降しますよね。あっちに例えば韓国の嫌よっていうのがあるんですよ。中国の嫌よっていうのがあるんですよ。日本の嫌よなんです。各国に嫌よがあるそのうちの日本の嫌よはこれだってことです。日本の嫌よがこれって変な言い方ですけど。で、それをなんていうか上位概念で規定しているのが PCT なんですよね。 だからいやいやが分かってくると PCT も分かってきますね,ぼやっとね細かいところまでは分からないかもしれないけどぼやっと流れは分かってきます、はい、で下のページ10ページこれも知らないと大損なんですこれ審査基準の国有の別点表あったかな一番最後にあるんですよこれ 品質なんですよ担当も論文もでこれも授業で説明しますけどねた,、まあ、たったっていうとあれかもしれないけどこの表頭入ってるか入ってないかで次のページ見てくださいこれ「R3 特別6」「ロとハってありますよね右側に私解説載せてます出だし見てください特許審査基準 第5部第2章別点表って今見せた別点表あれの上段見れば答え出ますよね中段見れば答え出ますよねそれだけなんですよ。だからこの別点表って知らない受験生多いんだけど知っとくだけでどんだけ得するかって話ですね。確か去年の論文の得率もここから出たのかな、うん 去年だったか一昨年だったか、はい、知らない人終わりですよ、これで。うんはい、で、ほうぶ載ってませんから、ね、あ載ってんです知らない人、方分も探し出せないんで、結局、この表を知らないと解けないんですよ。大事な、大事な表です。はい、はい、これがイヤよ、実48、実48っていうのは、えっと、い得イヤよと同じ。 いいところがたくさんあるので、同じとこはやりません。で、実四八特有の部分に着目してやります。それをすることによって全部モラしたというふうにします。はい、じゃあ最後。最後はマドプロですか。はい。担当、えー、マドプロ特例。えー、いわゆる商標法六八シリーズというやつです。はい。で、えっ、ー、とハーグは やれないんです。やりたいんですけど。以上六十条シリーズ。本当はやりたいんですけど、時間がなくて、これできません。ただ窓プロの担当窓プロ特例の方。あ、担当じゃない。窓プロ特例の方が歴史が。古いので。こっちが分かれば、ハーグの方も理解がたやすいです。多分入門でも聞いてると思いますけど。なので、このマドプロ特例の方を優先して、この講座ではやります。はい、で。 えー、90回目というところこのページこれもね1ページって書いてますけど全何ページだったかな8ページか9ページだったかなはいえっ、ー、とね法文も見てもらいたいんですけど第1節って書いてますよね第1節って、ね、法文見るとわかるんですけど68の2から、ね、68の8なんですよ。 で、第1節って何を規定してるかって言うと内外なんですよ。つまり、日本から日本のお客さんがええっと海外でえ窓、ー、プロで権利取りたいっていう場合にやるんですよ。で、法文書見てる方はわかると思います。68の9から68の31までが第2節ってやつです。国際商標登録出願ってやつです。それは外内です。例えば他のお客さんが。 いろんな国で取りたくて、マドプロを出願して。で、そのうち日本に入ってくるところを規定してるんです。さっきのイ嫌ヨの商標版ってことなんです。はい、で、六八の三十二から三十九がセントラルアタック後の再出願ってやつです。はい、っていう一説、二説、三説の区別もついてない。口述試験受験者、毎年たくさんいます。私も口述模試の試験官やるんで、わかるんですけど。 68のね20いくつを聞いてるのに平気で第一節の話答えしてくるんですよ。今どういう状況かお分かりですかって言うと「すいません勉強してません」って言われるんですよ。だけど聞いてることは冒頭に言った通り法文の知識本当に基本の基本なんですよ。それすらも答えられない人が多い。でもやれば難しくないんですだから難しいことはやらないよって言うんですこのゼミは。あくまで基本的なこと。 ただ皆さんが自分で勉強しづらいところを一緒にやっていこうぜっていう話です。で第1節はねなんとねこのねこの今お見せしてるこの1ページですべてです。この1ページで解けない問題出ません。はい、青本の細かいところまで全部書いてます。こののページで解けないものはありません で、えー、と最後のページ、これもね今年なんですよ、あ令和5って書いてますよね、はい、この問題もねこれマドリッド協定議定書って書いてるでしょ、ね、で、えー、どこ,だろうあこの辺、書いてますね国、日本国を指定するとかね、思いっきり窓プロ出てるでしょ、だから窓プロやってないと、ここで終わりなんだ。 で今年は今年の論文試験は特異率は嫌を出たし衣装はハーグ出たし、えー、商標はこういうふうに窓プロが出たでしょこの国際系まあ、特例系つってもいいけどこれ嫌だって言ってる人はそこで終わりなんですよ全部、はい、でも聞いてることは何ら難しくないです。知らないだけだ,、はい、だから繰り返しますけど食わず嫌いで落としてるだけなんでやれるときにやっちまおうぜって話です でどん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 んもう今、お忙しくはなっていると思うんですけどあのもっと忙しくなってきますからねあの余裕あるうちに片付けとかないと最初言いましたけど結局、潰さないまま2年目になって2年目もいろいろやることがあって潰さずに3年目になって4年目になってってなってきますから、えー、と早めに潰し,とか潰しておきましょうということですね。はい、とまあ、そういうところで全10回ということですね。はい えとあじゃあちょっと時間があるのでもしあのここで皆さんの前でも何か聞きたいこととかあるならばご質問を受けますけどどうですかあの去年使ったテキストはねこちらにあの並べてますので後で見ていただいても構いませんあの映像を見てらっしゃる方も「L タワー」に来ていただければあのお見せするようにはしますのでお見せできるようにしておきますのでね 何かご質問ありますか。あはいどうぞ。はい。はい、持ち物持ち物はねえっ、ー、とこのゼミのための持ち物はありません。あの入門のために多分マーカーとかいつも持ってきてるものがあると思うんでそれだけでいいです。はい他全部私ので用意します。あできればですねあ持ってこなくていいんですけどなんかあのファイルかバインダーかなんかあの用意してもらってまとめてください私のゼミはゼミで。 あの復習用に、はい。絶対バラバラになりますから、こういう単価講座って。はい。他なんかありますか。大丈夫ですか。はい。じゃあえっ、ー、と一旦これで閉じますね。で、ご質問ある方はあの残って私のところを来ていただいても構いませんあのこちらに原本並べてますので見たい方は見てください。 えっとスタッフさんこれいいかなもういいよねいいですねはいえー、っとじゃあ今日はこれで終わりましょう、えー、ご検討よろしくお願いします、えー、苦手克服ゼミのガイダンスでございましたありがとうございましたいまはいはいじゃあ質問ある方は来てください。